なんとなくこれで分かったね。た分あっちはまだなんだと思うわ。ハンドガンの弾とかいっぱいあったんで。なんでね、た分あれは後の方で行くんじゃないかな。あ、ピストルだ。この通りハンドガンあった。私も使えるかな。えー、っと、ハンドガンは、 武器の切り替え、出し例ができる。トリガーを引いて攻撃。うーんと、向き固定し、銃の向きを変えられる。あ、なるほどね。固定帳は歩けないが、ジャンプやバック出しはか、手に持った状態でリロード。はい。 学校かなそういえばタピオカを飲みに行く約束をしてたんだったでも誰としてたんだっけ変だ自分のこともよく思い出せないああ新しいマップに来たんだね なんかあるなあいるなんかいるちっこいのがいる小さな影だおばけ水中だと息ができない深い場所では息継ぎを忘れずにやばいちょっと強いかも。 話しかけることもできないやべやべ相手の相手のリーチで戦っちゃダメだ o、OK、ー どこ深くなってんだろう怖いな。 リカリうめえああ深くなってそう。 アトガの玉ゲット。さらに深くなる。はっ。ああ。これ地面から湧いてるな、こいつ。アブーの。 押した,押した溺れるゲージを回復させないとよしタフだなおいあのがの玉 よし回復した行こういるんだよねこういうねやれないなあれをあれはやれない。 ウェイウェイ !15 発か。もう溺れちゃうんだけど。<laughs> <laughs> ああ 溺れる溺れるこの高さでもこの高さでも呼吸できないな。 リロードの仕方かわいい。<laughs> ああ溺れる。溺れる。<laughs> おにぎりゲットこのおばけ悪いお化けじゃなさそう乗せてくれるねうーわスイッチやばい。 送り届けてくれてありがとう 溺れないようにしないとそういえば弾あと何発あんだ結構あるねハンドガンの弾八88発もあるスコンブゲット やばい溺れるやばい溺れる溺れた <laughs> 溺れた段差登れないな登れるようにするための何かあるのかな次は右に行ってみよう いらっしゃるんだけど二段ジャンプか何かとんのかななんかありそうだよね登れない急にアップになった びっくりしたわって <laughs> お地蔵さんだほんとお地蔵さん出てくるたんびになんかすごいビビってるよねこの子誰ぞお前おはぎゲットなんかお地蔵さんのところに来るとさ逆になんかライトの方が恵んでもらってるんだけどたくさんのおかげ緑茶ゲット頑張れって言ってくれてる気がするこの先何かあるのかな 進むのはちょっと怖いな。多分、ボス戦でしょで、頑張れって周りが言ってるでしょじゃあ、ライトも頑張れって言うよ。よし進もう。 ちょっと待って武器ポケット代役ないじゃん <noise> こうもうやるしかねえ。 しゃがんではいちょっ回復挟んどくか怖いよ何があるかわかんないからね危ないあれ銃いらなかったんじゃね ットプレイになってるうー、えー、ほらざま見ろお倒したまさかまさかもう玉切れてさ絶望したんだけど倒せたよかった古びたサンダルそうだ私も子供の頃よくこの川で遊んだっけでも深くなってるところが多くて子供が溺れる事故が多くて 私も溺れそうになって助けてもらったことがあったなでも誰に助けられたんだっけ思い出せない思い出すのはなんだか怖いえ大丈夫大丈夫だって大丈夫大丈夫、ね、そうだよねうんうん大丈夫大丈夫頑張ろうねなんか頑張ろうで済んでるね二段ジャンプができるようになった空中でもう一回ジャンプできる二段ジャンプ後方向キーしたジャンプで急降下キックもできるぞいいね なんかある刀があるんじゃない <laughs> 刀来たね刀えー、っと武器の切り替え出し入れができるえー、っとキーボーえキーホルドで向きを固定可の敵を切るために少しずつ切れ味が落ちていくけど不思議な研ぎ石があれば修理できるぞ不思議な研ぎ石があれば修理で,できるんだねなるほど装備しとこうこっちで これいけないのかなもっといけないのか二段ジャンプがあればまあ、水中のやつもね全部アイテム拾える弾がないからもうねこの方がに頼るしかないこんばんはどうやら少しだけ自分を取り戻すことができたみたいだね えどういういことこの子は自分を取り戻す旅をしてるわけじゃないよね。これで君は少しだけ高く飛べるようになった。高くて届かなかった場所にも行けるようになったね。町の方へ行ってみたらいいんじゃないかな。一体お前は何者なのお地蔵さんお参りしてくよ。さあセーブして。で研ぎ石右にあるのは研ぎ石か。ね0%になってる。